こんにちは、かくすけです。やっていきます。カートです。続き、前回は砂漠のステージをクリアして、お、いる？あ、入ってるね。はい。砂漠のステージをクリアして、またあそこに戻ってきたんだっけな。見たらわかるでしょう。砂漠のステージは、まあまあ、悩みつつ行った感じでしたね。次はどこかな？ああ、こっから出てきたんだね。あ、だね。ここですね。で、深夜なんだよ。先にちょっと上がどうなったか見てみよう。はい。あ、こっちに深夜だがいた。船の方かと思ったら、あー、深夜なー。よかった、カート。あー、よかったね。心配かけたね。待ち合わせ場所に来ないからすっごく心配してたの。だけど大変だったみたいだね。砂漠へ行く途中でここに立ち寄ったって語り部さんから聞いたよ。おばあちゃんの手がかりは何か見つかった？ああ、残念だね。でももう少しだよ。おばあちゃんは同じくらい一生懸命君のことを探しているでしょうから。ね、そうみたいね。何その動き。ああ、君も大地の揺れを感じたか？あ、地震？本が棚から落ちるまで。昼食で食当たりしたのかと思ったよ。ずっとなってるんだ。火山が再び暴れているに違いない。噴火を見るのは素晴らしい光景だぞ。そんな落ち着いて見られるものなの。熱い煙で空は暗くなり、オレンジの残り火が雪の結晶のように、漂う。その煙って空にいる君のおばあちゃんが操縦するのに困るかもしれない。どうにかして警告できないかな。やってみる価値はあると思うの。よし、火山の区画で手がかりを見つけられるはずだよ。そこで会いましょう。はーい。なんてせっかちな子だ。言いにくいことだが、火山の区画は失われて久しい。館は少しだけ予測不可能なんだ。思った通りの部屋であることもあれば、消えてしまうこともある。いつの日か、また最上階へ行けたら。ああ、気にしないでくれ。年寄りのただの未練だ。とにかく私は、火山の区画を見つける役には大して立てない。だが十分な本を読んだ時には、探しているものを必ず見つけることができる。そこから始めてみなさい。はーい。ありがとう。一冊の本が消えた火山の区画を見つけるのに役立つはずだ。はい。はい、カートグラファー。幼きカートグラファーは砂漠にいる祖母を見つけられなかった。だが対処しなければならないが、ならない火球の問題があった。火山が噴火しそうだと祖母にどうやって伝えられるだろうか。そしてその前に火山へたどり着く方法を見つけ出さなければならなかった。はい。見つけ出しましょう。とりあえずはこっちで。物語の館での物語。あの館は呪われている。本当だよ。迷宮みたいなホールを探索してると番号の代わりに不吉な果て間マークもなるの。フロア標識に出くわしたんだ。パニックになって、階段の吹き抜けに走ったのに、その上階と下階も同じように何階かわからなかった。未知の階に初めて見る部屋があったんだ。ショックで逃げてしまった。あんなひどい場所、二度と戻らない。ここは何階？二階。まが二階ね。あってんなー。ここ二階。あ、これは？水の探索者。水の探索者たちは、自らの部族も守る責任があり、非常に尊敬されている。
この毅然とした集団は新たな水資源を探し、時には故郷から離れて旅をした。彼らの感覚は周りにあった砂漠の環境と高く調和しており、調査の助けとなった。新たな水資源の場所を見つけると、彼らの部族が全員合流して移住する。ラクダも含めてだ。移住できたね。ここは草原のところね。回数が出なかったんだよね。出なかったって言ってたよね。あ、果てな回になった。はい、もう一度読む？いいえ、とりあえずは宛名会になって、宛名会になってさらに登ったら、みたいな話だったよね。そうか。あれ？わかんなくなってきた。もう一回で読もうかな。もう一回。はい。はい。階段の吹き抜けに走ったのに、その上階と下階も同じように何階かわからなかった。未知の階に初めて見る部屋があったんだ。ショックで逃げてしまった。未知の階。未知の階っていうのがよくわかんないんだけど、と似てるとかいうわけでもないよね。え？上にも下にも何もなかったって言って、あ、地下1階になっちゃった。ここは地下1階になるんだね。で、ここを外したら、果て中になるんだね。未知の階っていうのは何ですか？未知の階っていうのは何ですか？出てこないなぁ、特に。こうやったらなんかできたね。やったね。オッケー。よしよし。完全なヒントじゃなかったね。オッケー。新しく出てきました。根っこの道。これは？ああ、違う。根っこの道。マザーの根はマザーが育つにつれて森を越え、さらに遠くまで伸びる。根は隠された道に沿って育ち、世界中の離れた場所へ続く道を伸ばす。これらの道は分かりにくいため、最も勇敢な冒険家以外には曖昧なものだった。アクセスする方法は木だけが知っているが、木は喋らなかった。あまり。じゃあ、マザーのとこ行くのかな ?250 代のウォッチャーさん、連覇。異常に長くもしゃもしゃとした髭を持つメッセンジャーの連覇と、そのミミズの連れは255代目のウォッチャーに選ばれた。ウォッチャーとして選ばれた。ミミズなんだ。エンパとミミズは何十年もワイルドウッドをパトロールし、マザーの忠実な友であり守護者だった。悲しいことに、不定のスズメがミミズを肩からかっさらったせいで、エンパは残りの期間の監視を一人っきりで行った。だが今日では、エンパのミミズの子孫は無数に我々の足元で張っており、土に植え、手を貸す準備ができている。ああ、そうなんだ。いるもんね。ミミズちゃん。256
6代目がチャームね。確かに255代目のレンパさんの相棒いなかったね、あそこに。256代目、ウォッチャーになるずっと前、チャームは小さくヒゲなしだった。チャームは友達作りが下手で、午後の時間はしょっちゅう一人きりで森の探索をして過ごしたものだった。ある運命の日の午後、チャーブは悲しげなホーホーという音に導かれ、動物用の罠に引っかかったフクロウの子を見つけた。チャーブはそれを逃がしてやり、分解した罠を使って治るまでフクロウを運んでやった。チャーブとそのフクロウはその日から片時も離れず、今は共にマザーの世話をしている。そういう出会いだったんだ、チャーブとフクロウちゃん。何か見つけたよ。何何？先にこっち。火山歴。燃える真実あるいは出まかせの魂か。火山歴の科学的根拠と正確性について火山学者の意見は分かれている。暦の支持者は無数の世代にとって非常に有益な資源計画であったと主張する。一方の批判者はさすらい人のような誰かによって壁に掘られた無意味で馬鹿げたものだと却下する。いずれにせよ火山に住む人々は予期しているのかどうか、とにかく常に災害を避けられているようだ。災害避けられるんだ、火山の人たち。何？火山の区画を見つけるのを諦めそうだったんだけど、その時どこからともなく現れたの。本当におかしな建物ね。とにかくこの本に役立ちそうなことを見つけたよ。見てみて。火山は温暖な気候と世界的に有名な温泉のおかげで人気観光地である。旅行者たちは回り道をして何日もかかるコースを使って登るか、たくさんいるヤギの中でも友好的なものに乗せてもらうことを望む。あ、やったね。乗れるかな。森の奥深くにある火山への道は見つけられるものにとっては最速で最も信頼のできるものだ。森を通れば火山へ行けそうな感じ。道があるなら君が見つけられる。君なら見つけられる。道を見つけるのは世界で一番うまいものね。私にも一緒に来てほしいの？君の足を引っ張っちゃわないか心配なの。また別行動するのは嫌だけど、君ならあっという間に道を見つけるでしょうし、今は時間が何より大切だよね。だから私なしで急いで行って、その間に私はここで役立ちそうなものを探してるから。そうか、今回はちゃんとまたねっていう感じだからいいけどね。森では頑張ってね。君なら火山への道を見つけられるよ。はーい。はい。はい。森の奥深くにある火山への道は見つけられるものにとっては最速で最も信頼できるもの。あ、じゃあヤギの道ではないのか。なんだ。残念。よし。火山の区画は見つけたか？体にはもっと熱いものが揃っているぞ。見つけたよ。幼きカートグラファーは次に進むべき場所を知った。森のどこかに隠された道を通り、火山への道を見つけるだろう。彼女は今一度友人に別れを告げ、ワイルドウッドへ、キビスを返した。祖父との再会を拒むのはないの、ものはないのだ。よし。でもなんか船の方が気になるよ。あ、何もできないか。なんだ、森の方へ行くんだね。上の方だね、おそらく。よいしょよいしょ。ここだと思う、多分。だね。道？道を見つける？あ、ちっこいのは。
会えてよかった。俺が知る限りあんたはこの町で一番の冒険家だからな。あんたの力が必要なんだ。俺たちじゃチャーブ、つまり新しいウォッチャーを見つけられない。チャーブがウォッチャーなんて違和感があるな。とにかくニエプとハゲワシはもっと大きい引きから広く見渡してる。何か気になるものを見たかもしれない。え、チャーブ？チャーブいなくなったの？なになになに、敬礼してるけど。敬礼っていうか、見回してるのか。チャーブいない。だがハゲワシ見てる。マザー、北東、急げ。マザー、北東、急げ。北東？マザーの北東に。よしよし、これも使うんだろうな。これから。あー、フクロウちゃんだ。悲しそうにしてる。マザーの北東ね。でも左上、北西行ったことないな。普通に北東につなげるだけでいいのかな。あ、やった！ここか！なるほど。よし。さらに、こっちでいいかな。あ、チャーブ！ほんほん。君にまた会えてチャーブ、とても嬉しい。だけどチャーブは隠れてる。マザーの成長を見守るのを休まないと。彼女はとってもゆっくり。それにとっても静か。君の旅の話を聞かせて、他の森にも行った？木を見るのが好きな人にも会った？仕事が必要な人とか。もうやめる気だな。火山？若い頃にチャーブ一度だけ行ったことはある。でも行き方わからない。多分ワイルドウッドに聞けるかも。前のウォッチャーさんが木の言葉を少しだけ教えてくれるんだ。カサ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 。カサ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 。ワイルドウッドはこう言ってる。蜂と魔女だってワクワクするね。ガサ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 。チャーブはまだ勉強中って感じ。木はかゆいところがあるって言ってる。どういうことだろう。でも君なら描いてあげられるかも。忘れないように絵を描いてあげる。ありがとう。かゆいところがあるの？あ、なんか道になってそうだね、上の部分。チャーブはマザーのところに帰る時間だ。みんなチャーブ探しをやめて大丈夫。フクロウが君を見守ってるよ。逆側が言ったよ。かゆいところがある。でもこれが一つだもんね。あっ、すっごいかゆそうにしてたこの木が。わかったわかった、任せて。どうした、かゆいの？後ろに小さな穴があるが、太い枝で塞がれている。書いているみたいだ。穴を塞いでいる枝は重すぎて自分では動かせない。どうしよう。どうしよう。書いてくれたんだよね。火山への道はここじゃない。どうすればいいんだろう。かゆい背中を描こうとしている。かゆそうにしてる。どうしてあげればいいんだろう。
他の木たちに書いてもらう？というかここになんかあるな、桶みたいなのが気になる。なる。この子たちはそんな痒くないんだね。何してるの？ヘイ。ああ、その絵を見るにチャーブを見つけたんだな。その木を探すのに手を貸したいところだが、まだ蜜を集めてるんだ。おっと、私がとっても強くてよかった。私のクマの友はもっと強いが、けど私がそう言っていたことは秘密にしてくれ。自慢されるだろうから。強い仲間が必要なら私とクマがいるぞ。私はこの水仕事で少し忙しいが、クマはキャンプファイヤーの近くで前のウォッチャーと昼飯を食べてる。昼食を食べてる。わかった。キャンプファイヤーの近くね。クマちゃーん。書いてあげて。あららら、ウォッチャーさんと話せなかったな。うわあ、ゴリ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 。ああ、ありがとう。あ、もう行っちゃうの？お茶さん話せなかった。ご挨拶ぐらいしたかったな。わかった。どうしましょう。まずはここからつながるところを見つけるところからだね。お、これでつながってないな。お、つながったな。たぶん。よし。あれ？もう到着する？あ、やった！もうそれっぽいところに来たよ。これは？壁に文字が書かれてある、書いてある。けれど暗すぎて読めない。火はつけられないな。ん？火の元が、なんか下の方にあったね、そういえば。よし。全部に火をつけてあげればいいかな。OK。ポン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 。はい。よし。1、2、3、4、5。山は生きている。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 なんかのヒントだろうけど、とりあえず全部に火つけてみようかな。よいしょ。おい、全部につけましたが、特に何もなく、元に戻してみよう。はい。ダメか。1,2,3,4,5。やっぱ見逃してはないよね、多分。5。山は生きている。そんなこと言われても。1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。やったよ。ん？1,2,3,4。たまたまだけど、しまった。一
つのマップにある火の数だ。1,2,3,4,5 だ。うわ、たまたま当てちゃった。なった後に気づいた。私は5の、数字の5の形を道で作ろうとしたんだけど、そういうことではなかった。やったね。でもそこまで難しい謎じゃなかったから解きたかったな、ちゃんと。よーし、発見！入りましょう。よーし。ポコン、あれ？実績のマークが表示されたらしいけど、見れなかったな。うん。クリアだね。さっきのステージ。何？はい、ということで今回はここで終わりにします。次回は火山ですね。楽しんでやっていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。